竹中平蔵さんですね、えー、竹中平蔵さんに関しまして、えーまあ、この菅政権においても、えー、徴用されているという部分、えー、まあブレーンとしてですね、えー えーまあ、そこの竹中さんというところに関して、またアトキンソンさんというような非常に、えー、インパクトが強い方ですね、こういう方まで、えー、と政府の委員として、えー、しっかりとお仕事をされるような方向性、まあ、ここにかなり影響を受けている部分というのは、菅政権には散見されるとは思うんですけれども、まあ、この竹中さんに関して、えー、この菅政権においてブレーンという立場を占める、えー、とブレーンという立場に置かれるということに関して、どう思われるかということですけども、これ、自民党の伝統みたいなもんなんじゃないですか。えー 新自由主義という部分において大きく傾いた自民党の中での伝統というかこの人だけは欠かせないということですね、まあ、はっきり言えばろくでもない人々の首を絞める、えー、政策にどんどん、えー、邁進するということにおいても、えー、なんだろうなまあもうほとんどもう竹中平蔵さんを進める改革っていうのは私はもうほぼ憲法違反に近いんじゃないかなと思ってますでだからそういう意味で、えー、これは 菅さんと親交が深いというよりかは、このまあもちろん小泉竹中ラインというところ以降、自民党の伝統として、この竹中さんという方をありがたがってるんだなっていうところでしか感想がないなというふうに思います。まあ、一刻も早くこういうような方には、政治の場から退場していただくってことが非常に重要なんだろうというふうに思ってます。